はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はね、ほんとね、お土産でいただいたんですけどね、なんかね、あっちの方じゃ有名みたいですね。どこですか？これ、あの、愛知県ですね。愛知県のお土産でいただきました。積み木のバウムクーヘンらしいですよ。ちょっと開けてみてくださいね。開けてみましょう。なんかケーキみたい。でっかい。どう？これ横ずらしじゃない？はい、開けまーす。早く、はい、引っ張って。どこじゃない？どこ？すごいね。あ、そうそうそう。おお、でかい。私バームクーヘン作ってみたいんだよ。なんか書いてありますよ。なんですって？新しい商品ブランド、つみか？つみきは、これまでの経験を生かして、まさに、つみきのように美しさへの追求を一つ一つ。美しいね、確かに。積み木だって、これハードですね。はい、ハードタイプ。じゃあ開けてみてください。ハードタイプすごいね、綺麗だね。なんかライトアップ、バン、俺のおでこについてるんですよね、ライトが。作りたいんだけど、バン。そんじゃ、空洞すね、いきますね。はい、じゃあ普通にどうに、いいよ、とりあえず4つ、4分割して。めっちゃなんかサクサクしてるやつ。ハードですから。何ハード？え、外側めっちゃサクサク。しかもちょっと下手くそ。全然半分になってない。え、嘘だ。かなりこっちの方がでかい。え、そんな変わらなくない？かなりでかい。ほんとだ。ま、ここ？うん。あ、やばい、うん、手切るよ。まあ、いい。事故になっちゃう。絶対こっちがいいな。これもでっかいのがいいな。何も大きいのがいいな。これが一番小さい。え、もう分割いけんじゃん。もうおいしい。お、めっちゃドキドキ。ちょっと音フェチ、音フェチ。スティックになりそう。はい、いきます。おお、ゴリゴリ言ってごつ。もう一回。ああ、すごい音がする。ハードタイプなんだ。ハードいいですね。うるさい人が多くてやんなっちゃいます。やばい、めっちゃ汚い。はい、じゃあ食べてみて。じゃこれ、これ、ね、じゃあ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 、いい？じゃ、これいい？いいよ。全く大きさ違うね。だからひどいな。うん。どう？ハードタイプ。いただきます。どう？ハードタイプ。うん。硬い。うん。硬い。うん。さっくりしてるってこと。うん。硬い方が美味しい。で、うん、どうしたの？お誕生日。うん？一枚かぶってた。うまい。うん。おいしい。硬い。周りがサクサクで、中が固めのなんか。そうだね、周りサクサクだね。うまい。うまい。チョコだ。うん。なんだ。普通のバームクーヘンなんだよね。でも色が違う。あ、でも中も、しっとりしてるわけじゃないんだけど、あの、水がいるような感じではない、ね。すごい、ちょうどいい感じの味。噛めば噛むほど味が出るって。噛め噛め。うん、味が出ますね。うん、硬くしてるの、それじゃなくて、うん、旨味を出してる。凝縮してる感じだね。うん、うまい。クッキーのようなバームクーヘンのような、うん、クッキーの透けてる。ソフト、あ、そう、透けてるじゃなくてソフトクッキーってあるじゃん。ああいう感じに近い。カントリーマン。うん、うん、マーム、マームやん。おいしい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、パティスリー ラボ、うん、場所、場所、こんな感じですね。あ、ソフトタイプとハードタイプ。うん、ん、ドールケーキもあるんだ。あ、いろんなのがあるんですね。スイーツだ。はい、ぜひ皆さんも食べてみてください。この断面もまたいいですね。ぜひ。はい、今日はね、バームクーヘン続きでね、あともう一個動画を上げたいと思います。はい、無印良品の何種類あるんだろう、全部味が違うんですよね。あれを全種類試食してみたいと思います。イエーイ。次の動画でいきます。さよなら。バイバーイ。チャンネル登録しちゃって。しちゃって。